FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわすためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えしたいと思っております。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、僕たちツイッターの方もやっておりますので、はい、メンヘラジオで検索していただければね、多分ヒットすると思うんで、うん、ハッシュタグメンヘラジオでつぶやいてくれてもいいですし、うんうんうん、でエピソードとかね、感想、番組の感想の方、ハッシュタグメンヘラジオで投稿していただければ、うん、僕らの方で拾ってね、番組内で紹介とかもしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしますね。はい、では、収録日本日がね、10月25日、うん、火曜日、うん、ハロウィン目前、ハロウィン目前、これこれこれ、あの角つけてんの、はい、夏実さん、ちょっと角生えております。はい、はい、FM ギノワンさんがね、ハロウィンウィークっていうことで、うん、今週ねやっているんですけれども、うん、うん、健太さんはすっかりね、そういったことをちょっと忘れてまして、うん、健太さんはもうそのままもう純粋無垢な健太でやってる。はい、純粋無垢なの。無垢だよ、めっちゃ。うん、赤ちゃんってどんなやってできるのって思ってる。それはないや。まあ、でこちら第6回の収録となってるんで、はい、いますが、オンエアが11月の7日、もうすぐ11月だね。うん、うん、もうすぐだね。うん、沖縄も今日もね、ちょっと涼しい感じで、うん、うん、歩いてきたよ。歩いてきたね。夏実さんはね、角生えてるだけじゃなくて、髪の毛も染めたんだよね。そうなんだよ、髪の毛も染めたんだよ。気になる人はぜひ YouTube でご覧になっていただければね。うん、ただの黒髪だけどね。でもちょっとね、なんだか、オーラかピンクっていうやつだったっけ、うん、牛乳パック型のね、うん、あの髪染め液というか染めた、はい、カラーリング剤を使って染めておりますので、うん、はい、では今日も30分、はい、短い時間ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、メンヘラトーク。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージも感想もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、本日のテーマ発表したい、発表というか、まあね、うん、告知というかしてたんで、うん、言いたいと思います。はい、はい、トークテーマ、心霊 UFO 不思議体験 談、はい、と題しまして、はい、うん、まあまあ分かりやすいよね、怖い話とか不思議な話、体験 UFO 見たよとかさ、うん、自身が体験した話だったり、ご友人から聞いたことを、何でもいいので、うん、お願いしますっていう形で募集したんですけれども、うん、なんでね、そもそもこのトークテーマにしたかっていうとね、うん、単純に僕が好きだからです。心霊系とか不思議系が、そう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 、暇な時があればね、うん、YouTube とかで心霊系 YouTuber さんの検証動画とか、うん、なんか ね、心霊スポット行って本当に霊は出るのかみたいな、うんうん、見てるね、ああいうのとかさ、手相の島田秀平さんね、うん、の
お階段巡りっていう階段をお話しする、うん、動画とか YouTube チャンネルとかを見て楽しんでるんですけど、うんうん、でまあ自分が聞きたいからっていうのもあるんだけど、うん、まあ単純になんか精神疾患抱えてる方って、うん、なんか俺のねあの体感なんだけど、うん、結構見える方というか感じる方っていうのがいらっしゃるような気がしてて、うん、多いなっていう、うん、まあ何を隠そう夏美さんもねたまにそういう類のことねあるみたいで、たまにピントがあった時にちょっと見えたり、うん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 、そういうのがあるかなっていう、ね、たまに、うん、まあこれがねどこまで本当のことかはね、僕自身は全く霊感ないんで分かんないんですけど、うんうん、そういうちょっとゾクゾクするようなお話が聞けたらなっていうところで、はい、今回、募集かけたところいくつかメッセージ届いておりますので、うん、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさん、はい、不思議な体験ですが入院して暴れてる自分を幼少期に映画で見てたような経験があり、うん、保護室の構造までもが昔映画で見たままだったという経験があります、うん、また幼かった頃の自分と亡くなったじいちゃんと2人でその病院に行ったことも覚えていて、うん、その病院の売店でアイスクリームを買って食べた記憶もあるのです、うん、売店の横には大きなスロープがあったことも覚えています。ただ自分には間違いなくそのような思い出が記憶として残っているのに家族からはそんな事実はないと言われます、うん、あれはパラレルワールドだったのでしょうか、うん、とのことです。パラレルワールド、うん、なんかデジャブって感じもあるよね、うん、既視感、これ前にも見たことがあるっていう、うん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 、でもなんか夢をつかぽんさんのこの話だとなんかディテールが細かい感じがあってさ、うん、まあ、実際にもしかしたらねえちっちゃい頃に本人は見てらっしゃったのかもしれないね、なんか映像でね、うん、見ててなんか知らないおじさんがなんか変なところで暴れてるって思って見てたら、うん、大人になってね大人というか成長して自分が入院した時にあれこれ小さい頃に見たやつやんけみたいな、うんうん、あの時の映像俺だったんかいみたいな、不思議めっちゃ、うん、そういう感覚がね実際にあったんだろうね。ね。うん。面白いね。面白いね。ちょっと不思議だね。うん。うん、で、次夏美さんお願いしてもいいかな。あ、OK です。はい。ラジオネームピノコさん。はい。不思議体験の話。はい。私の親友の家にはサンタさんの足跡と英語で書かれたお手紙の返信があるみたいなんです。へえ。私も真似したんですが、うん、どうやら字が汚くて返事もプレゼントもありませんでした、うんうん、悲しいけど今は笑い話なお話ですとのことです。サンタさんの、うん、からの手紙と、うん、そのサンタさんの足跡が、うん、ピノコさんの親友さんのお家にあったと、うん、実際目にしたのかな。さあもっとなんかスパンと答えてくれる。ああ、まあ、で実はねこのピノコさんの親友って夏美さんなんだよね。何を隠そう私だ。ああ、なんかちょっと詳しいことを教えて聞かせてもらおうかな、はい、ね、うん、クリスマスの夜に、うん、サンタさんに手紙書いて、うん、寝たら、うん、明け方、うん、朝日がキラキラキラってなってる頃よ、うん、あのうちベランダっていうか庭に白いベンチじゃないけど、うん、なんていうんだっけあれ、まあ、縁側にあるよね、縁側があったわけ、うんうんうん、その縁側の板の上にこんな大きな、うん、こんな何センチくらいかな、手が2個分入るぐらい人の手によるけどね、30センチぐらいかな手が、うん、そう入る分ぐらいの大きな金色の足跡がボンボンボンってあって、うん、はいはい、それで家の中には大きな人間が入るぐらいの大きなすっぽり入る白い袋があって、うん、それにあのこのお家が配るの最後だから袋ごと置いてくねっていうような内容の手紙と、うん、あの似顔絵とか書かれてて、うんうんうん、置いてあった。
枕元に、はい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 、そう、それを言ったんだよ、ね、何年後かにね、はいはいはい、こんなことあったんだよって、うん、それでピノコさんは真似したけど、うん、返事もプレゼントもなかったと、うん、これね12月のそれこそ24とか25に実際にや行動に移してやってたとしたらね、うん、プレゼント届かなかったっていうお話はただただ悲しい話になっちゃうんだけどねそうだね、あの、うん、あのお家柄お父さんご両親がね、ピノコさんのご両親がなんかねちょっとでもやってくれたらよかったのかな。夏美さんのねご両親がやったってことでしょ。うん、違う、サンタさん。夏美さん今おいくつでしたっけ。38 サンタさん、サンタさんだったらいいね、うん、サンタさんだったらいいね、はい、では、はい、もう一つ僕の方から、はい、ラジオネームピザ頬張る系男子さん、ありがとう。夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。今回のトークテーマは心霊 UFO 不思議体験ということですが、もう10年くらい前になると思います、うん、シーミーでお墓掃除に行った時のことです、うん、日が照っている中、懸命に汗だくになりながら草刈りをしていると、半透明の人間がお墓のそばを通ったんです。なんというか映画のプレデターが迷彩機能で半透明になっているのとよく似ている感じでした、うんうん、ただ不思議と怖い感じはしなくて、ご先祖様の関係者かなという感じでした、うん、後日レアな体験をしたなと思ったので、うん、その時のことを霊感のある友人に報告したのですが、うん、その際衝撃の実話が判明したのです、うん、友人は言いました。お前が見たの幽霊じゃなくてただのプレデターだぜと。夏美さん、健太さん、ピザとしては幽霊よりよっぽど遭遇しない気がしたのですが、プレデターって幽霊よりレア度低いんでしょうかとのことです。プレデターがいるかいないか、うん、いると思う。あんな怖いのいてほしくないけどね。いてほしくないけど、夏美はいると思う。いや、いないよ。だってあれシュワちゃんが全部やっつけたはずだよ。シュワちゃんあ、でもプレデター2とかあったからな。うん、その後なんかプレデター VS エイリアンとかあったしなシュワちゃんちょっと倒しきれてなかったか。ちょっと貴重な体験したね、ピザさん。素晴らしいね。うん、いいね。はい、じゃあ夏美さん行っていいですか。お願いします。はい、ラジオネームアコーさん、うん、アコーさん、はい、ありがとうございます。アコーさんね、先日放送された第4回で、うん、ゲストに来てくれた、ゲストに来てくれて、アコーさん、はい、アコーさんのお話 YouTube で聞けますのでぜひ。はいはい、小さい頃から中学を卒業するまで登校拒否をしていた私は、はい、その日も学校へ行かず自分の部屋で寝ていました、うん、すると体が部屋の天井を突き抜けてふわーっと浮かび上がり、さらには家の屋根をも通り越していくんです、はい、でも不思議と怖さはなく、空に浮いてるのがなんだか楽しくて、そんな幽体離脱のようなことを小さい頃知らないうちにできるようになっていた時期があり、その感覚は今でも覚えています。はい、当時からシスコン気味だった私は、幽体離脱をしては姉の登下校の様子を見ることが日々のルーティーンとなっていた時期がありました、うん、幽体離脱をして下校中の姉の居場所を確認し待ち伏せ、はい、そして仲間に入れてもらって姉と一緒にお家まで帰る、うんうん、当時はそんなことが楽しくて嬉しくて生きてこれたような気がします、うん、中学生になるくらいまでには幽体離脱をすることができたので、姉のことが大好きすぎる私はそれまで毎日のようにストーカーしていたのを覚えています。ただ幽体離脱をすると体がものすごく疲れるのも覚えています。あ、子供ならではの体験かもしれませんね。どんだけ姉のことが大好きなんだよと、私のこの経験は今では家族の間で笑い話となっていますとのことです。あ、なんか何より素敵なのが家族がね否定しないところね、うん、素敵ね。そんなことはあんたの勘違いじゃないのじゃなくてね、うん、どんだけお姉ちゃんのこと好きだなって言ってからね笑い話になっちゃって素晴らしい、ね、素晴らしいね、うん、うん、でもね幽体離脱か、うん、すごい話だよね。でもねでもなんかそれこそ俺なんか不思議系 YouTube とか見てるんだけど、実際になんか特訓したらできるっていう、うん、特訓の仕方とかさ、うん、公開してる人とかいるよ。あ、そうなの。そうそうそう。でもなんか
なんか切れたらそのまま行っちゃいそうじゃんから怖いよね、ちょっと怖いよね、ちょっと怖い気がするけど、うん、でも可愛らしいね、阿光さんの話は、うんうん、お姉ちゃんをストーキングしてた、大好きなお姉ちゃん、うん、大好きなお姉ちゃんの遠い方にまた混ぜてもらって一緒にお家に帰ってた、うん、可愛らしい、うん、えましい、えましいよね、うん、本当にこれがね、今魂とかけた、いや、かけとろんそんな分かりにくいことしません、はいで、もしこれがね、なんか下手に年いってたね、おじさんとかだったら絶対女湯とか行っちゃってるもんね女湯、女湯行くかな、女性のね、なんか覗いたりとかさ、微笑ましさゼロになっちゃうからね、うん、いいね、微笑ましい不思議な話、本当にありがとうございましたね、そうね、うん、ありがとうございました、うん、では、本日のトークテーマ以上となっております、おります、じゃあこちらからは、あ、ここからは楽曲紹介のコーナー、うん、今回紹介するのは夏美さんのおすすめ曲ということで、はい、はい、タイトルの方よろしくお願いします、吉澤佳代子さんの地獄タクシーです、地獄タクシー、うん、またちょっと怖いね、うん、地獄タクシー、あー、じゃあとりあえず聞いていただきましょうか、はい、吉澤佳代子さんで地獄タクシーです、はい、もうちょっと大きくてもいいんじゃない、あ、ほんと、地獄タクシー、なかなかますか、はい、で、夏美さんはなんか怖い話とか、あ、夏美さん怖い話っていうかあるよ、あのね、実はね、阿光さんとはね、うん、入院病棟が一緒だった頃があるんですよ、はいはいはい、前も言ってたね、うん、それでね、うん、あの、ほんと苦楽を共にしてきた仲なんですけど、うんうんうん、と朝ね、私が起きた時に、うん、部屋別々だったんですけど、うんうんうん、朝私が起きた時に、うん、なんかこの顔の左側に男の人の顔がペタってついてるみたいな、うん、くっついてるっていうことがあったんですよ、うんうんうん、で私もピントがあった時だけたまに見えたりするから、はいはいはい、左目で 見たら男の人がいるんですよ、嫌だな、それが嫌で、うん、ほんと顔だけよ、うん、こっち側に、でそれが嫌で、でも外来とかで、うん、ちょっと こんなで調子が悪いんですじゃないけど、うん、そのこんなで男の人がくっついててって言ったりしても、あー調子が悪いんだねって、とんぷく飲むってなるだけだったりするんで、うん、言わないでずっと黙っててお昼頃まで過ごしてたんですね、うんうんうん、そしたら阿光さんが昼頃起きてきてですよ、うん、で廊下から歩いてきて、うん、初めてその日会う、ですれ違う時に阿光さんが左手で私の左肩をポンポンって触ったんですね、うん、そしたらその瞬間男の人がいなくなって、うん、消えて、あれって体も軽くなって、うん、気持ち悪さもなくなって、阿光さんが一言、夏美つらかったでしょ、男の人ついてたよ、って言うんですよ、すごい、ああ、こうさん見える人だったんだって。だって、ああ、私もちょっと見えたけど、あ、怖かったって、ね、誰にも言ってないのになんで分かったのだって、いたもん見えるよって。こうさんすごいな。うん、だよね、いたよねって言ってさ、二人で。盛り上がったっていう感じかな。だそうです。はい。はい、では、楽曲紹介はどうかな。はい、吉澤佳代子さんで地獄タクシーお聴きいただきました、はい、はい、こちらサードアルバム、うん、屋根裏銃に収録されている曲となっております、屋根裏銃、うん、で、なんか楽曲の紹介としてはね、愛するあまり、うん、いつでもそばにいられるようにと亭主の首を借り、うん、遠い土地へ逃げようとタクシーに乗り込む夫人、うん、しかしそのタクシーはそこに落ちた人間を地獄へ連れて行く地獄タクシーだったとのことです、うん、ちょっと怖い、ストーリーのあるというかね、うんうん、そうね、夏美さんはどういうところが気に入ってるの、あのね、吉澤佳代子さんのね、うん、この
優しい歌も歌うんだけど、うん、このこういうパンチの効いたちょっと歌も歌える、声が好きで、声が好きで、歌声がね、好きで好んで聴いてましたよ。うん、今は聴いてないみたいじゃないか。聴いてました。今も聴いてますよ。うん、好きでたまに聴いてるね。そうそうそう、うん、俺は吉田佳代子さん、夏美さんと知り合ってから初めて聴いて、うん、うん、面白い曲あるなって、うん、思った思った。他にもいい曲あるからね、皆さん聴いてほしいですね。あ、そのうちまた紹介することもあるかと思いますので、よろしくお願いします、うん。ちなみにこちらの PV にね、運転手役として出演しているのがラッパーのエースさん、うんうん、吉田佳代子さんの高校の同級生だそうです。へえ、そうなんだ。そうそうそう、あの運転手そうそう、運転手役でね。はい、いやね、そっかそっか、うん、あの PV はね、 YouTube の方でもご覧になれます。そう、あのミュージックビデオも面白いから見てほしいです。はい、よろしくお願いいたします。では楽曲紹介のコーナーでした。でした。はい、はい、メンヘラジオエンディング。エンディング、はい、夏美さんのね、うん、ちょっと不思議体験談は、うん、あの楽曲紹介中にちょっとお話ししてもらったんであの気になる方はぜひあの FM ギノワンさんの YouTube チャンネルからメンヘラジオを検索して、ぜひ、はい、聞いていただければと。続きはウェブへってやつ。そうね、面白いんで聞いてください。はい、では第6回の収録、もう終わりになって近づいておりますが、はいはい、本日いかがでしたか、夏美さん。巷ではね、なんかね、うん、FM ギノワンさんハロウィンウィークってことでね、あ、そうね、うん、うん、やってるみたいなので、これ借りた、この角のカチューシャを借りて今つけてるんですけど、はいはいはい、特にこれについて何もありません。ないことを喋ったの。やめてくれるそういうの。なんかエピソードあるのかなと思ったら。一切ございません。一切ないっていう報告をしたかったの。さっき借りました。ああ、そうだね。別に準備してね、持ってきたわけじゃなかったからね。はい。あ、まあいいんじゃないでしょうか。いいですね、この夏海を自由に泳がす感じ。それは俺を褒めてくれてる。あ、はい、ありがとうございます、うんうん、ケンジさんどうでした。そうね、俺の怖い話もね、怖い話、不思議な話。そうね、ケンタさんはね、うん、僕はさっきも話したように心霊霊感っていうのはないからね、うん、見たこともねないんだけど、うん、あ、でもね、グループホームに入居してる時にね、うん、なんか寝ててちょっと金縛りにあったっていうのはなんか初めてかな。グループホームに入居した時にあって、うんうんうん、なんかね、頭の上からね、うん、髪の毛がバサッて、うん、長いロングヘアの多分女の人だと思うんだけどね、うん、これは男だったらちょっとショックだけど、うん、なんかかぶさってきたっていう感覚が今でもある。なんかこのほっぺたものところにね、髪の毛がそうそうそうバサッみたいな、そうそうそう、あー、これなんか俺の顔見とるわみたいなさ、うん、もう目開けれないよね。開けれないね。ドキドキした、すごく。グループホームから引っ越してきて、まあ、そういうことがあって、まあ、グループホームが終わって引っ越してきて夏美と住むようになってるけど、たまにうなされてるよ夜中。まあなんか悪夢は見るからね。連れてきたなって思っちゃったんです。いや、幸い夏美さんと一緒に住むようになってからはそういった経験もなく、うん、あのなんていうのかな、女の人がね、なんかバサッと来てるっていう感覚はないよ。うん、そっか、うん、グループホームに入れる時だけだったね。時だけだった。ああ、あっちなんかあるん違うかな。俺の隣の人なんかめっちゃさ、夜中叫んで出て行った記憶がことがあって何や何や何って、俺たまたま起きてたからさ気づいたんだけど、うん、何があったんと思ったら、うん、翌日か翌々日かに退去したの。退去、そうそうそう、退去するほどのもう何かがあったんだろうね。そう、その人にとってね、あったんだろうね。いやちょっと巷でもあれですね、幽霊話とか尽きないですね。そうね、またそのうち
あの夏にでもね、うん、あの心霊特集みたいな形でやれたらなと思いますので、うん、よろしくお願いします。続いてるかなメンヘラジオ続いてるといいね夏まで、うん、では本日のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。じゃあまた来週。来週。